はいどうも、シュイティビでーす。よいです。お願いします。お願いします。というわけでですね、はい、本日、はい、夏ということで、うん、結構暑いじゃないですか。めちゃくちゃ暑い。結構じゃないよ、だいぶ暑いじゃないですか。まあそんな時やっぱさ、僕らやっぱ摂取するものってやっぱさ、水じゃないですか。まあそうですね。水ってやっぱ、ね、人間にはやっぱ大事じゃないですか。まあ体のほとんど水ですからね。この水が何やらすごい健康にいい水で、ちょっと僕がそもそもさ、はい、ちょっと小太りだし、まあちょっとこう体調の悪さとか結構ねあるじゃないですか。いろいろ今いろいろマーク言ったな、ちょろっと小太りって。普通に小太りなのにな。まあちょっとこの体の中もちょっとね、うん、やばい感じするし、君もねやっぱお酒もタバコも吸うしね、まあ体の中をね綺麗にしようってところで、はい、お水の紹介なんですよ。はい、こちらエミネラスという、うん、あのミネラルウォーター、天然ミネラルビウォーター。ビウォーター、ビウォーターっすよ。正直俺って水いろんな飲んでっけどあんま分かってないよね。うん、うん、だから、まあ、これもそんな変わらないんじゃないかって僕は思ってるんですけど、はい、でも世界が認めた水だというふうに書いていますし、これ見たらね、説明書があったんで見たんですよ。はい、どういう水なんかなと思ったら、無添加のナチュラルミネラルウォーターってものらしくて、うん、僕らが飲んでるやつって添加物入ってるらしいんですよね。へー、あ、それは知らなかったけど。そう、添加物の入った水を今まで飲んでました。はい、でもこれは無添加らしくて、いやどう違うのかなって思ったんですよね。うん、今注目されてるミネラルの成分の炭酸水素イオンが含有してると。温泉でいう炭酸泉みたいな。これ奈良の橿原神宮が命名したことほぎ温泉、ちょっと読むと、日本の始まりの地奈良橿原ことほぎ温泉から出た天然温泉水ですと。弱アルカリ性の原質で数多くのミネラルを含んでおり、粒子が細かく軟水なのが特徴ですと。防腐剤や保存料も一切使用してないため常温でも飲みやすいお水ですと。いやこれさ、まあ、軟水ってまあ僕らも基本軟水を飲んでるじゃないですか。基本ね、硬水飲んでない、軟水じゃないですか。天然温泉水 100% だから、うん、いやでもさ、なんかさ、俺正直ぬるい水ってあんま好きじゃなくて。ああなるほどね。で今こちらの説明書には常温でも飲みやすいですと、うん、書いてあったんですよね。はい、あれっすよね。だってあの今ちょうどそれこそ真夏で、うん、部屋クーラーガンガンな時とかあるじゃないですか。それこそ職場とか、そうで、そういう時ってあのキンキン冷たいのよりかは常温飲みたいって人もいるじゃないですか。そうだそうだ、まあ、スーパーに常温置いてあるぐらいだし、うん、コンビニもありますからね常温。そうですよ、っていう人たちにも飲みやすいっていうことですよね。そうですよ、うん、まあ、なんか体の中から綺麗になる天然ミネラルビウォーターというふうに書いてあるので、はい、あれだよね、温泉水じゃないですか、うん、言っちゃえば、うん、温泉って入ればそれはね肌が綺麗になったりとか、うんうん、するのを内側から取り入れてる。世界が唯一認めた温泉水ということで、うん、最高ランク三つ星2年連続金賞と獲得してるお水なんですよね。はい、まあ、早速ちょっと我々でこれ飲んでみたいなと思いますんで、うん、ご覧の通りね、今日キンキンにしたんですよ。カチコチにしてきたんですけど、ここに来てから全部溶けました。あ、36度今、うん、めちゃめちゃ熱いし、しかもあのドリンク本当これしか持ってきてないんで、はい、これ飲むしかないんですよ僕らは。世界が認めた温泉水ですから、ことほぎ温泉水ジャパンアクアアワーズで金賞受賞。栄養成分見たら、炭酸水素イオン 314.8mg、 メタケイ酸 67.8mg、 メタホウ酸 3.1mg、 シリカ 54.4mg。 イオンが多いんじゃないっていう、うんうんうん、まあ他のやつをね正直見たことがないから。そうだね、普通に市販で売られてる水のこういうとこ見ないから。そうだ、見ないよ普通、見ない。じゃあ飲んでみますよ。はい、やっぱ熱いし、乾杯。飲んでみよう。なんかちょっと味違う気がする。あー、うん、あら、あ、これごくごくいけるやつ。なんかすごいいけんなこれ。うん、え、なんか完全に温泉のイメージした。なんかちょっと味好きなんじゃないかな。うんうんうん、かといって普通の水とは違う、なんか、まろやかさって言ったらいいのかな。うん、飲みやすさがある。かといって、温泉だからとか言って硫黄の匂いがちょっとするわけでもないし、全くないし、全くないし、そこに関してはマジで普通の水、普通の水、そこに関してはけど、なんかちょっと違う。うん、なんだろう、なんだ。でも俺、水こんなうめえと思ったことなかなかないかもしれない。そうそうそう、美しく健康にだってよ。マジ、え、うめえ。水の表現すごい難しいですけど、
ちょっと待ってね。俺的には柔らかいなって感じた。そう、柔らかい、そう、柔らかいはそう、柔らかい。まあ、だし、あとは、まあ、水だからっていうのもあるんだろうけど、うん、スルスルと入ってくるんだよ。そうだね。まあ、それも多分、普通の水と違って美味しいからなんだけど、何が美味しいかがわからないんだよ、うん。そうだよね。いや、これなんだ？マジでうまいぞ、これ。うん。半分ないもん。いや、俺もなんだよ。俺も半分ぐらいないんだよ。天然温泉水は粒子が細かいため吸収率が高く飲みやすい軟水となっておりますっていうところが、だからもう本当に素晴らしい顕微鏡とかで見たらめちゃくちゃ実は細かいからスッっていうことなのかな。まあ、浸透しやすい的な感じかな。そうそうそう、ちょっと僕ら科学のことはさっぱり分かんないんで。そうだね。言っちゃえば普通にコンビニとかで売ってるのってあれ湧き水じゃないですか、うん、天然水って言って、うん、で湧き同じ温泉でも湧き水ですけどあれ多分山の湧き水なんですよね、うん、でもこれって地下深くから掘ってる、温泉だからそういった点で成分も違うのかなと。なるほどね。これもう体の中からなんか健康になりそうな。水たくさん飲むって正直いいことですからね。それがいい水を飲むから。そうだ、僕らで、あれじゃないですか、あの甘いジュース飲んだりとか。そうなんですよ。まあ僕コーラ大好きですし。そうなんだよな。でそういうのを多分これに変えて続けてるとすごい実感するんじゃないかなと。うん、うん、で続けられそうな本当に喉越しだし。これすごいなマジで、うん、こんなになんか飲みやすい水なかなか、はい、自分の中でなんか今ピンと感じたもん、うん、ちなみにこれ24本あるんで。ああ、じゃあケースいるか。そう、ケースできましたんで、うん、あと20本あるんで、うちに。じゃあそれでちょっとね、どう変わるかっていうの。そうですね。1日1本飲んでみて、それがどうなっていくか。これ1日2、3本いきそうだね。暑いし今。まあそうだね。うん。なんかやっぱさ、水、まあ水分、水と水分ってやっぱ違うじゃないですか、うん、いつもお茶とか飲むんで、お茶もやっぱさ、水とお茶のあれじゃん、ね、うん、だから、いわゆる水分はなわけね。はい。だから、やっぱ健康にやっぱいいのはやっぱ水らしいから、うん、なんか混ざってるやつよりかは水の方がこう健康的にいいよっていう話は聞いてたんで、はい、プラスさらにその水のレベルが上がってるわけでしょ、うん、最高じゃないですか。ちょっと本当に飲むまで温泉水だからちょっとこう匂いとか本当に感じるんだろうなと思ったら全然感じない。全然感じなかった、うん、気になったらよければこちら購入して飲んでみてはいかがでしょうか、はい、これね動画のリンクに貼ってますのでチェックの方よろしくお願いします。お願いします。タグ付けをしてるので、ね、はい、そちらも飛んでみて見てもらってはいかがでしょうか。はい、はい、というわけで本日はこちらのエミネラスという水ね、めちゃめちゃ健康にいい水を、はい、今回ご紹介しました。こちら動画が良ければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。